ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、世界には色々と驚くような生き物がいるけど、アマゾン川って特にユニークな生き物が生息しているイメージがあるわね。ああ、アマゾン川には豊富なミネラル分や栄養が含まれていて、3000億種類以上の魚類が生息しているんだぜ。へえ、そんなに多く。ピラニアとかもいるし、同じ川といっても日本の川とはまるで違うわ。いや、そうは言い切れないかもしれないぜ。なんと、東京の用水路にアマゾン川の外来魚が大量発生している、という話があるんだ。アマゾン川の魚が日本の用水路に？それは、生態系への影響とかが気になるわね。詳しい話を教えてよ。それじゃあ今回は、東京の用水路に現れたアマゾン川の外来魚について紹介するぜ。また、この外来魚の他にも日本で発見されている危険外来種を紹介していくからな。ぜひ最後まで楽しんでみてくれ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ねえマリサ、早く東京の用水路にいるっていう外来魚について教えてよ。ああ、答えを最初に紹介すると、用水路に現れたのはセルフィンプレコという魚だ。聞いたこともないんだけど、それって一体どういう魚なの？セルフィンプレコは、プレコと呼ばれるナマズのグループの一つだぜ。ふんふん、ナマズの仲間なのね。それにしても、なかなかビジュアルが特徴的というか、なかなか衝撃的な模様ね。セルフィンプレコは全長50センチほどで、茶色い地肌に黒褐色の丸い斑点が、びっしりと入っているのが特徴だからな。わかりやすい柄ではあるが、ちょっと苦手に感じる人もいるかもしれないぜ。それで、どうしてセルフィンプレコ、という名前なのかしら？プレコというのが、ナマズのグループの一つということは話したよな。大きな背びれを持っていて、それを広げると帆船の帆、セールに見えるのが由来だぜ。ふんふん、確かにそれは特徴的だわ。また、植物から生物の死骸まで食べる雑食で、水質に順応するのが早いのも特徴だ。そうなると、環境が変わっても長く生き続けることができそうね。アマゾン川に生息していたのに、日本の用水路で生きていたと聞いて驚いたけど、環境への適応能力が高いのなら、これも不思議ではないのかもしれないわ。しかも、東京の用水路にいるセルフィンプレコは一匹だけではなく、用水路に入って調べていると、次々その姿を発見することができるほどだ。ということは何匹も放流されたのかしら。というか、そもそもどうしてこんなところにアマゾン川の魚がいるのかしらね。自然に来ることはないから、誰かが話したと考えられるよな。また、セルフィンプレコの驚きの特徴についてなんだが、実はかなり硬い皮を持っているんだ。でも硬いって言っても魚の皮だし、それほど強くはないんでしょ？いやいや、セルフィンプレコの皮は想像以上に硬いぞ。なんと、ワニに噛まれても歯が貫通しなかったという事例もあるからな。ワニが噛めない魚ってどれだけよ。鉄壁の守りの魚みたいだけど、自然界でこれに対抗できる生き物っているの？いや、セルフィンプレコが成長するとこの皮はどんどん硬くなっていってな。鎧を着ているようなもんだから、天敵がいないと言われているんだ。武器が毒とか歯じゃなくて、自分の皮膚っていうのがすごいわ。それでマリサ、このセルフィンプレコが日本の用水路などに生息していると、何か問題があるのかしら？ああ、あるぞ。セルフィンプレコが原因で護岸が崩れてしまうこともあるからな。護岸っていうのは、洪水から川や堤防を守るために石などを積んだものだな。護岸というとアスファルトを使ったものが多いが、中には植生や自然石を使って、自然に配慮したタイプなども増えているんだぜ。洪水の被害から守るためのものが崩れてしまうのは大変よね。それって、やっぱり川が硬いから？いや、この護岸が崩れてしまうことについては、セルフィンプレコの産卵が関係しているぞ。セルフィンプレコは、出産の時に土や砂利などに穴を掘るんだ。ああ、そのスペースに卵を産むのね。だから、多くのセルフィンプレコが産卵するようになると、その分護岸に、多くの穴ができてしまうことになるんだ。沖縄でもセルフィンプレコが確認されているんだが、実際に穴を掘りすぎて、護岸が崩れてしまった場所があるからな。へえ、まさか産卵がそんなことになるとは。そして、東京の用水路についても無関係な話じゃないぞ。用水路の護岸も、崩れかけているものが見受けられるからな。セルフィンプレコが増えすぎる前に、対処していく必要があるだろう。そうね、セルフィンプレコが生息しているのはもう確かなんだから、守りを固めていかないとね。とは言っても、用水路ならそれほど数もいないんじゃないの？この動画を見た人が取りに行って、あっという間にいなくなるかもしれないわよ。霊夢、一度生息した外来種はそう簡単にはいなくならないぞ。琵琶湖だってブラックバスやブルーギルなどの、外来魚で大きな問題となって、外来魚回収ボックスなどで回収などを行ったが、今でもゼロにはなっていないからな。
なかなか一度住み着いてしまうと完全に駆除するのは難しいものなのね。今回の用水路のセルフィンプレコについても、定期的に捕獲はされているが、それでも増え続けている状態なんだぜ。となると、誰かが用水路にセルフィンプレコを放流し続けているのかしら？それとも、用水路で繁殖してしまっているのかしらね。どちらかはわからないが、どっちにしても問題なことには変わりないな。また、セルフィンプレコを放流するにしても、これだけ長年セルフィンプレコばかり、放流し続けるというのも非現実的だろうぜ。だから、セルフィンプレコが繁殖して増えているという可能性が高いだろう。それに、セルフィンプレコは結構な速さの流れの場所でも見つかっているんだ。速い流れのところにいるのがそんなに不思議なことなの？流れの速いところで生息していたってことは、流れに逆らって泳ぎ続けることができるってことだ。だから川の上流で放流されたとしても、そこに定住してしまうんだ。そっか、流れに負ける魚だったらすぐに下流に流されてしまうものね。そうしたら海まで流れていって、東京の用水路で繁殖なんてしなかったでしょうに。南米ではセルフィンプレコは流れの速い、川の岩場にいるらしいからな。もともと適性を持っていたんだろう。それなら、ますます用水路が住みやすい場所になっちゃうじゃないの。ねえマリサ、このセルフィンプレコたちはどうやって日本の用水路に来たのかしら？アマゾン川から取ってきている人がいるの？いやいや、さすがにそんな人はかなり少数派だろう。実は、セルフィンプレコっていうのはお店で簡単に買える魚なんだ。プレコにはいろいろな種類があって、一匹数百円のものから数万円するものまで、いろいろいてな、熱帯魚ファンが購入していくというわけだぜ。ふんふん、それで大事に育ててもらえるのなら良いけどね。生き物を飼った以上は、もちろんそうするべきなんだけどな。また、プレコの場合はその特徴的なビジュアルに惹かれて熱帯魚ファンだけでなく、熱帯魚をあまり飼育したことがない人も、つい衝動買いしてしまうこともあるそうだ。それで、飼いきれなくなって放流してしまった、ということなの？うむ、小さい時は良くても、思ったより大きくなったという理由で、放流されることがあるようだぜ。思ったより大きくなったから捨てるって、犬とか猫でも言う人がいるわよね。どうして責任を持てない人が、生き物を飼おうと思うのかしら。まったくだな。そして、こういったことはこれまでずっと行われていたと考えられるが、沖縄は気温が高く、原産地に似ているからな。例外的に、セルフィンプレコが定着できたと考えられていた。それなのに、東京などでも定着できるようになってしまったってこと？うむ、そういうことだろうぜ。それにしても、この特徴的なビジュアルがこんな事態を引き起こしてしまうとはね。実は、セルフィンプレコは掃除屋としても人気だったんだぜ。どういうこと？セルフィンプレコは植物を食べると話したが、ヨーヨーは特に藻類をよく食べるんだ。だから、水槽を掃除してもらうのにちょうど良いってことだな。なるほど、セルフィンプレコの餌になるし、水槽も綺麗になるしで購入者にとっては都合が良い話よね。だが、よく食べるということはその分成長が早いということでもあるよな。最大で50センチくらいになるから、気軽に買ってしまうと手に負えなくなるんだ。気軽に買い始めたけれども、思ったより大きくなっちゃったのね。でも、理由はどうあれ、責任のある行動が求められるには変わりないわ。そうだな、買った外来種を放流するという行いは放流された生き物だけでなく、放流された場所にとっても許されない行為だぜ。その場の生態系などを変えてしまうものね。外来種というのは、もともとバランスをとっていた状況の中に違う環境で育った生き物が入っていくことだ。これで何も影響がないわけがないよな。いきなり全然違う世界から、やってくるようなものだものね。だから、外来種が入ってくると在来種がやられてしまうのね。そうそう、だからアマゾン生物を日本に放すというのはとんでもないことなんだぜ。もちろん、アマゾン生物だけじゃないけどな。ところが、残念なことに日本には多くの外来種がいるのが現状だ。今のセルフィンプレコのように飼い主が捨てたり、飼育目的で輸入された生き物が、逃げ出したりしてしまったのが原因だろう。違う環境から来た外来種は、在来種にとって危険な存在と言っていたわよね。ああ、そうなんだぜ。それに、外来種に噛まれて人が怪我をしてしまう恐れもあるんだ。危険な生き物の場合、命に関わる場合もあるしな。うわぁ、これは怖すぎる。深く考えないで飼い始めた生き物が、最悪の事態を招いてしまうかもしれないわ。テレビなどでも、日本にいる外来生物について特集されることが多くなったし、日本でも危険な外来種はいろいろいるんだぜ。セルフィンプレコみたいな生き物は、特に珍しくない存在ってことね。他にはどんな生き物がいるの？それじゃあ、ここからは日本で発見された危険外来種を紹介していくぞ。それじゃあ最初に、カミツキガメを紹介するぜ。あら、これは名前からして凶暴な生き物だわ。やっぱり噛みついてくるの？
ああ、カミツキガメは、身の危険を感じると噛みついてくるぜ。だから、もし見かけても、絶対に近づいちゃいけないんだ。近づかないわよ。カミツキガメはもともと北米や中南米を、原産とする生き物でな。日本の侵略的外来種ワースト100、にも指定されているんだぜ。ワースト100ができるくらい、危険な外来種がいるのも驚きね。まあ、外来種自体は全部で2000種類以上いるぞ。中には、家畜だったりペットだったり、むしろ役に立ってくれている生き物が多いけどな。なるほど、外来種自体がダメというわけではないものね。それで、カミツキガメって、どれくらいの大きさがあるの？カミツキガメは、最大50センチくらいの大きさになるんだ。甲羅が大きくて、鋭い爪を持っているのと、噛む力が強いのが特徴だぜ。でも、カメって陸上では遅いでしょ？もし見かけても、よほどのことがなければ、噛まれないんじゃない？ああ、それは大きな誤解だぜ。カミツキガメは、かなり速く動くことができるからな。だから、ちょっとでも近づくとすごい速さで、接近してきて噛まれるかもしれないんだ。うわぁ、かなり危険ね。それにしても、北米や中南米が、原産の生き物なんでしょ？やっぱりペットとして、持ち込まれたものが野生化したの？そうだな、カミツキガメは日本では、1989年から1997年にペットとして、数万頭が輸入されていた記録がある。だが、飼育しきれなくなった人が、外に放してしまっているんだ。もう、またそういった人たちのせいで、野生化してしまっているのね。しかも、カミツキガメの寿命は、30年から40年とかなり長いからな。野生になってからもかなり長い間、生き続けることが考えられるぞ。それなら、うっかり街中で、出くわしてしまうこともあるのかしら。1989年に輸入したとしても、今もまだ寿命を迎えていないものね。そうだな、しかも野外に放たれたカメが、繁殖していると考えられるから。ペットとして輸入されたのは数万頭だが、それ以上に増えているかもしれないな。実際、2016年には高知県南国市でカミツキガメが、市によって捕獲されたことがあるんだが、この時も、むやみに近づかないように、というアナウンスがあったんだぜ。アナウンス？ということは、カミツキガメは夜行性ではないのね。基本的には夜行性だが、昼間に行動することもあるみたいだな。冬場は冬眠していることが多いから、夏になると行動が活発になるぞ。それじゃあ、これからの時期はカミツキガメに、ばったり遭遇、なんてこともあるかもしれないのね。暑すぎて、カメも弱っているかもしれないけど。お次は、アリゲーターガーを紹介していくぜ。今度はワニなの？確かにワニは近づいたら危険よね。いやいや霊夢、アリゲーターじゃなくて、アリゲーターガーだぜ。アリゲーターガーは、全長2メートルを超えるという、巨大な魚のことなんだ。なんだ、魚のことだったの。でも、魚の危険外来種というと、ブラックバスみたいに、凶暴なイメージがあるわ。ああ、アリゲーターガーは北アメリカ大陸で、最大の淡水魚なんだ。日本では、川や湖などでその姿を目撃されているぞ。人気ゲームの動物の森でも、ガーという名前で登場しているぜ。へえ、まさかゲームにも登場していたとはね。ちなみに、アリゲーターガーって、どういった意味で名付けられたの？まず、ガーはガー目ガー科であることからだな。ガー科の魚は、なんと1億年以上前の、白亜紀前期から存在していたらしいぜ。あら、ということは、トリケラトプスとかと同じ時代じゃない。そんなに昔から生息していた生き物の中なのね。そして、幅広い口と、長くて鋭い歯が、アメリカアリゲーターに似ていることから、アリゲーターが名前に入っているんだ。外見を見た感じだと、あまりそういう風には見えないけど。いやいや、実際の歯はこうだぞ。怖すぎ。こんなのが日本の川や湖にいるの？なんだか、大きい魚だしゆったり泳いでいるのかな？とか思ったんだけど、どうやら違うみたいね。ああ、アリゲーターガーは獰猛な性格でな。生態系に大きな悪影響を与えてしまうことがあるんだ。静かな湖に、急にこんなに大きいワニみたいな、魚が来たら在来種はたまったもんじゃないわね。これ、もしかしたら魚だけじゃなくて、人も襲われる可能性があるんじゃないの？普通に生活していれば、アリゲーターガーに襲われる心配はないと思うが、時々、スポーツフィッシングで狙っている人が、噛まれたり、ということはあるそうだぜ。海の中だけじゃなく、やっぱり海から出てもどう思うなのね。そういえば、アリゲーターガーは攻撃だけじゃなく、防御面でも優れているんだぜ。アリゲーターガーの鱗は、ガノイン鱗というものになっていて、口が鋸歯状になっているものが多いんだ。しかもエナメル質のようなもので覆われている。ということは、さっきのセルフィンプレコのように、歯が貫通しないほど硬いってこと？そうなるな。攻撃、防御のどちらでも、優れている魚と言えるんだ。日本の環境から考えたら、なかなかに迷惑な魚ね。日本だけじゃないぞ。アリゲーターはかつて、ゴミ魚としてスポーツフィッシング界で、
迷惑魚とみなされ、アメリカの州や当局から、駆除の対象となっていたことがあったんだ。しかし、1980年代になると、アリゲーター側も、生態系を維持するために重要ということが分かった。ああ、悪いのは魚自体じゃなく、違う環境に、放してしまった人間ってことよね。そういうことだぜ。そして、このアリゲーター側も観賞魚として、ペットショップで販売されていた時期があった。よくこんなに大きくて凶暴な魚を、ペットにしようと思ったわね。まあ、お店で売っているのは幼魚だからな、全長10センチくらいしかないんだぜ。それが、みるみる大きくなっていって。あとは、同じパターンね。2018年に、ガーカの魚は、国の特定外来生物に指定されているから、現在は飼育や販売が禁止されているが、やはり違法な放流が全国で問題となっている。どれも同じパターンでうんざりしてくるわね。ねえ、外来種ってどれもこういった、マナーの悪い飼い主が引き起こしたものばかりなの？確かにそういったケースは多いが、すべてがそうであるわけではないぜ。例えば、赤髪アリとかがそうだな。赤髪アリ？アリの一種なんでしょうけど、初めて聞いたわね。赤髪アリもアメリカ原産の生き物で、アメリカ南部から南アメリカ北部に生息しているぞ。それにしても、アリならちょっとした拍子に、くっついてきちゃいそうね。そうなんだよ。船などに乗り込んだり、コンテナに紛れ込んでいたりしてな。世界で貿易活動が広がるにつれ、どんどん生息地が広くなっていったんだ。日本でも、沖縄や小笠原諸島に定着しているんだぜ。でも、所詮はアリでしょ？って思っちゃうんだけど、さっきのアリゲーターガーや、カミツキガメみたいに危ない生き物なの？体は小さいが、侮っちゃいけないぜ。赤髪アリの働きアリは大きいと5ミリくらいあるし、巣に攻撃したりすると、一斉に襲いかかってくるからな。ええ、それは怖い。カミツキガメとはまた違った怖さがあるじゃないの。しかも、腹部には毒針があって、それで刺してくることもある。毒グモならぬ毒アリなのね。この毒は刺されるとアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があるし、最悪の場合ショック死する可能性もあるぞ。そんなに危険だったのね。また、日本では海外由来のコンテナを扱う港湾や事務所などから見つかっていることがほとんどだ。姿を確認した周辺では、殺虫餌や粘着トラップなどを仕掛けて国内への侵入を止めようとしているんだぜ。国内で広まってしまわないように、ギリギリのところで頑張ってくれている人がいるのね。それにしても、小さい体でこんなに恐ろしいとは、本当に困った生き物だわ。しかも霊夢、この赤髪アリが持つ毒は、ヒアリよりは弱いとされているんだぜ。あ、ヒアリって最近よく名前を、聞くようになったわよね。ヒアリは世界中で問題になっていて、世界の侵略的外来種ワースト100にも選ばれている生き物なんだ。また、不名誉なランキングだわね。ヒアリも、集団で襲いかかったりするの？ああ、しかも性格がかなり凶暴的でな。節足動物や小型の哺乳類さえも集団攻撃で襲い食べてしまうんだぜ。これはまたすごいわね。ヒアリもアメリカ原産の生き物なの？いや、ヒアリはもともとは南米大陸原産なんだぜ。今はどんどん広がってアメリカや中国、オーストラリアなんかにもいるけどな。ちなみに今も生息域は広がり続けているんだ。数年前には日本でも見つかって大騒ぎになったわよね。そうだな、2017年に神戸港で日本初のヒアリが発見されたニュースはまだ記憶に新しいだろう。ヒアリが厄介なのは、公園や草むらなど、人間が日常生活を送っている場所にも巣を作ることなんだ。そんなところにいるなら、すぐに人はヒアリの被害に遭ってしまうんじゃない？アメリカでは毎年1400万人の人が、ヒアリの被害に遭っているんだぜ。1400万人、想像よりもはるかに多い数だったわ。それで、ヒアリに刺されるとどうなってしまうの？軽い人で、痛みやかゆみなどが出るな。軽くても痛みが出るの？それで、重い人だと？重い人は、アレルギー反応が起きたり、ジンマシンなどが起きたりするぞ。また、0.6から6% の確率で、アナフィラキシーを起こす可能性があるし、そのまま放っておけば、最悪なくなってしまうこともあるんだ。うわぁ、ヒアリもかなり怖いわね。まあ、実際にヒアリに刺されて、亡くなる人はかなり少ないけどな。それでも、ヒアリの生息地が広まるほど、被害が増えることは確かだよな。テレビとかで、よくヒアリに注意って、警告している意味がわかったわ。それじゃあ、最後に少し、可愛い動物についても紹介しておくぜ。お願いするわ、なんだか怖い生き物ばかりで、ちょっと疲れてきちゃったわ。でも、危険な外来生物なんでしょ、可愛い生き物なんているの？ああ、実はアライグマがそうなんだぜ。え、アライグマってあのラスカルの？そうそう、実際には、ラスカルみたいな色ではないけどな。アライグマって、食べ物を洗ったりして、見た目はかなり可愛いわよね。ちょっとタヌキっぽく見えるところも好きだわ。
だから、みんな油断してしまうんだな。アライグマはその可愛いイメージに騙されて、油断すると、かなり危ないんだぜ。さっき話した、侵略的外来種ワースト100にも、ランクインしているくらいだからな。あ、出たわ、危険生物御用達のランキング。ちなみに、さっき霊夢が食べ物を洗っていると、言っていたが、それも間違いだぜ。え、違うの？あれは水辺で狙った獲物を足で押さえたり、引き上げたりしているのがそう見えるだけのようだぜ。あら、全然可愛い理由じゃなかったわね。まあ、野生の世界でいちいち獲物を、洗っていたら逃げられちゃうもんな。でも、前に動物園のアライグマが、食べ物を洗っているのを見たことがあるわよ。あれは、飼育員さんなど、人間の影響を受けているからなんだ。野生のアライグマは、食べ物を洗うなんてことは、絶対にしないぞ。そうだったの。それで、アライグマはどんなところが危険なの？アライグマは、農作物や家畜に対して被害を出したり、人やペットに対して攻撃を仕掛けてきたりするぜ。見た目によらず、結構荒いのね。アライグマならぬ、アライグマって、呼ぶ人もいるくらいだしな。うまい、って言ってる場合じゃないわね。また、アライグマは感染症の、キャリア動物になるという点も問題なんだ。キャリア動物っていうのは？キャリアというのは、病気を引き起こしてしまう細菌や、ウイルスなどを体内に持っている人を指す言葉だ。それの動物版だから、キャリア動物ってわけだぜ。アライグマは、どんな病気を持っているの？アライグマ海中やレプトスピラ症、エキノコックス症、狂犬病などだな。さらに最悪なことに、こういった菌は、人にも感染するものなんだ。そんな菌を運んでしまうのね。めちゃくちゃ怖いことしてくるわ。だから、もしアライグマを見つけても、絶対に近づかないようにしてほしいぜ。アライグマなんて可愛いから、見かけたらつい近づいちゃいそうだわ。気持ちがわかるが、攻撃してくるぜ。それに、菌も持っているしね、大丈夫よ。アライグマは動物園で見るだけにしておくわ。それにしても、アライグマが、日本に住み着いてしまったのって、やっぱりペットとして飼っていたのを、捨ててしまったからなの？ああ、ペット用としてアメリカから、輸入された個体が捨てられてしまったり、逃げ出したりして野生化してしまったことが原因だ。さっきアライグマラスカルの話をしたが、作中では主人公と一緒のベッドで寝たり、一緒に過ごした時間が魅力的に書かれていてな。アライグマと暮らしてみたいと思う人が、増えてしまったのも一因だったのかもな。でも、ラスカルって大きくなったら畑を荒らすようになって、檻に入れたりしてなかった？最終的には、元々の居場所の、森に返した気もするんだけど、どうしても、可愛いイメージの方が強いんだろうな。それで、可愛いイメージだけで飼ってしまって、その性格に驚いた人は少なくなかったんだ。もちろん、最後まで面倒を見た人もたくさんいたけどな。外来生物の話を聞いていると、生き物を飼うことの責任についても、改めて考えさせられるわね。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。